どういう顔なんそれ。なんか伝えたいことがあるんちゃう？まさか。あ、チャラさん、今日の企画は頭皮の頭皮のケアについて紹介していきます。頭皮のケア、はい、やっちゃいますか。やっちゃいましょう。男の人なら特にこう薄毛だったりとか風とかになってくると乾燥だったりね、毛やかゆみ赤みまで出ちゃうんで、まあそういうのをちょっと改善していって髪の毛だけじゃなく頭皮からこう潤していこうという今日の企画でございます。なるほどなるほど、はい、マッサージする前にこれを使っていきます。ディ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 コタセラスキャルプローション、これをね頭皮にまあ大体ね5、6プッシュぐらいでいいんですけど、お風呂上がりにまあこうタオルでドライするじゃないですか。でタオルドライした後にまず真ん中にシュッ、はい、ちょっとこう浸透させて、なじます。で、これもシュッ、あー、いいね、気持ちいいわ。で、真ん中の部分にやったら次はサイド、髪にこうかけへんようにする、しっかり頭皮、わかります？これ、はい、頭皮。次は反対、この反対にスッと持ってきてパッと開く。で、こう全部こう浸透さす、なじまして、そこからですよ、家で簡単頭皮ケア。僕ね、石川県理容美容専門学校っていうところ卒業してるんですけど、僕理容科やったんです。理容師なんですけど、そこのまあなんかすごい先生がいて、1万人の薄毛の方を治してきたっていう先生いるんです。その人は神様って、なんかまあ、髪の毛の神に様ってついて神様って言うんですけど、その人がちょっとやってた頭皮マッサージが家でも全然簡単にできるみたいな、そのマッサージを僕よく教えてもらってて、本当に一部だけ家で僕もたまにこうやってやるんですけど、それをちょっと今日はやっていきましょうか。まずは髪の毛とか言って、ね、こうするんですよ。で動かしていく、頭皮にこう親指つけて、でサイドでこうやってグッグッやっていく、肛門でいく。でこれをこう、ここのところまず一体にいって、まずこれが第一。第二が、わからない。第2知らない。第2が、ハザエの手みたいな。こんな感じ。こんな感じ。よくわからないですけど。これを、ちょっとこう、外回し、それもまたこう、行ってきて。で、またこれ、外回しした後、こう、内回し、みたいな感じでこう、これも行って、またもう一回やるっていうのを、外、内っていうのを2回やります。でね、僕がよく言ってもらってたのが、何の手やったか忘れないですけど、忘れたんですけど、よくやってたのが、これ。この手の何言ったか忘れちゃった。まあ、この何とかの手。で、これを、日本人でこう、八骨ってあるんですけど、一番こう、よく頭が出っ張っちゃう部分、ここの出っ張ってるところの、しっかりとここを、ぐーってこう、中央に寄せていくんです。中央にこうやって寄せる。これをまた2回。これをすることによって、もう頭皮って結構こう、筋肉が張り巡ってるんですよ。いっぱいあるんですよ。いろんな筋肉があって。で、その筋肉が、やっぱりほぐれてる時って、いろいろ弾力とかもこうやってあって、こうやってめっちゃ動くんですけど、これ弾力なくなったら全然動かなくなるんですよ。頭皮がこうやってあるとしたら、クーってこう、何もマッサージしなかったら弾力なくなってこう、張ってくるんですよ。で、張ってくると、筋肉の中にこう、血液って流れてるんですよ。血液がやっぱりこう、凝縮されて、血液がで巡らなくなるんですよ。血液巡らなかったら、やっぱりこう、栄養分が回らないのと一緒なんで、もうそれがまあ、薄毛になりやすい。それを汚してあげるのはまずはマッサージして、でこの頭皮に巡ってる血が一番の、まあ、栄養剤って言われてるんですけど、その栄養剤を、まあ、毎日家でこうやって、まあ、毎日やることでやっぱりこうケアはできるんで、しっかりとやってみてもらえたらなっていうのはありますが、やっぱり髪の毛とか薄毛とかも全てそうなんですけど、継続力って大事なんで、継続をしっかりとやっていけていただけたらなと思いますが、ねえ島田君。その通りでござやす。そこでやはりこのこいつが必要なんですよ。頭皮の化粧水と言われてるほどすごく頭皮を潤してくれるものでございます。まあこれで、ね、これつけてからさっき坂さんがやったみたいにこうカニの手とかにこうやってバカにしてるな。いやバカにしてないす。すごいバカにしてるな。めっちゃ潤ってくれるんですよ。ほんまになんか実感できるほど潤ってくれるんで、お顔もやっぱするじゃないですか、洗顔後にお顔の化粧水をね。でそれの頭皮版って感じなんで、ぜひコタさんのやつはおすすめなんで使ってみてください。まあ頭皮をねしっかりと守ってあげるための一つのものなんで、またちょっと家でケアっていうところで意識してみてやってもらえたら嬉しいかなと思います。はい、じゃあ上手の一言で締めましょう。そうですね、じゃあ私のまるでラオが言ったかのような名言、我の頭皮に一片のケアなし、ババン。